さあ始まりました。日曜日の午後、天気に恵まれ絶好の大会日和です。今大会に勝利することができれば何かの優勝ということで、緊張するのも仕方のないことでしょう。しかしマリーさん、緊張のかけらもないステップで爽快に進んでいく。その瞳の奥には何が映っているのか。怖いんだ。もうコースの把握をしたんでしょうか。大丈夫だよとこちらに合図を送っています。その瞳の奥には勝利という二文字しか見えていないみたいですね。おっとマリーさん、何をやっているのか。戦闘準備万端ですね。早くドアに入るよと思いながら実況を進めていきますね。さあゲートが開かれた。ここからどうなる。石垣との対決だ。いけ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 、ゾンビー地味にうまいだもう僕、ああやって実況してた方がいいかもしんない。いつもわーわーギャーギャー騒いでる動画じゃなくてさ、ああいう風に動画を作ってた方が面白いチャンネルになるかもしんない。まあそんなことしませんけどはい、それじゃあ本編入っていこうか。どうも、ウマキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日もトロールコース、レスティンググリンチフェイスということで、いたずらする人の休憩所ということでしょうか。で、このサムネ、既視感あって、もしかしたらやったことがあるかもしんないんだよね。でも、旗マークがないから、多分やったことがないと思う。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.71%。もしやったことがあったら、何も知らないふりして先に進めていこう。クソ実況者だな。そんなんでいいのかピオキング。開幕無機物。こんだけトロールコースをやってるとね、結構ある話なんですよ。何度も同じコースをやってしまって待て、待つことを覚えるんだ。犬より賢いっていうところを見せてやろうじゃないか。バブルが通り過ぎたところでリンクを取っていく。さらには爆破もしていく。次はヒップドロップでいいのかい。いいな、ヒップドロップだ。これでどうだ。うっといけちゃったごめんね、みんな行けちゃった。正解ごめんなさいだよ。さあ扉に入っていこうか。コケコケ。リンクを持ってこいって書いてたから、一旦下に降りる。そしてここでヒップドロップすれば先に進めるね。これで鶏頭が回避できるっていうことか。次はシャキーンだね。多分右下ここに落ちてくると思うんだよな。だから叩いて右下に行こう。シャキーン名人を舐めるな。この場所だ、この場所で。ポッ、高速に動くトゲゾウめちゃめちゃ好きなんだよな。引っかかり方も気持ちがいいよね。引っかかり方が気持ちいいっていう意味が分かんないかもしれないけど、なんかね、やられてすっきりするのよ、高速のトゲゾウって。でこのリフト乗っていいのか、怪しい。でも僕は乗っていったん何もしないよ。石親父、リフト乗ったらダメってことでしょう。じゃあ右に駆け抜けようか。多分石親父が降ってくるから。そしてこのファイヤーが下行くしかないのかな。あの四角の枠怪しくない。これがアイテムみたいな。ザコは引っ込んでろ。いよいよわかんねえぞ。じゃあリフトに乗って何もしない、右に行かなかったらいいみたいな。これでどうなる。あ、キノコが出てきてくれるんだ。オッケーオッケー。じゃあこのキノコを取ってこの土管に入れっていうことだったのね。もう全部の罠に引っかかってしまった。なななななな、何にもしないよ僕は。殺伐としすぎ。ここで一回はさ、やろうとしてるでしょ絶対に。さあ左の石エッジ何をしてくる。こっちの石エッジは落ちてこない。左の石エッジ落ちてきそうだな。どうなんだろう。走っていってみる。走って、俺はいつだ。なぜすり抜ける。え、おかしくないこのドス。なんですり抜けんの。あそこ足場じゃないのかな。じゃあ僕が行ってもすり抜けるみたいな。いや、おかしいだろ何それ。上等じゃん。バグが来たら僕は歓喜しかないからね。さあ土管に入っていこうか。で僕今気づいたんですよ、ここピンコインコースだね。さあここで中間間に怒っちゃうぞ。ここは急がなくていい。右上のツタの方に隠れておくんだ。オーケーオーケー。でいつパックがやられ、何をやってるんだね。あなたは急ぐな、慌てなくていい。この線の場所で追っておけばフラワーが取れるんだ。そうだろ。はい、キモシン出た、キモシン。いや、これね、結構使いやすいかもしんない。流行らせちゃうかもしんないな。いや、一回使ってみて、騙されたと思って。結構使いやすいよ。さあ、ここのハテナブロックは何だ？コインか。コイン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 。上に行きたい気持ちと上に行きたくない気持ちがすごく混じってる。50コインの下のブロックすり抜けるとかそんなんなんじゃない？あ、すり抜けないんだな。一回バッグが来たからめっちゃ警戒してた。そして石エージの裏には土管が見えんなよ。そんなことは分かってる。さあ、この四角の枠は何なんだい？行かない方がいいよな。絶対叩かない方がいいと思う。叩いた瞬間すぐ上に行けようか。それで何もたくさん。さっきと違うやんか。まさかのさっきと違うパターンよ。絶対引っかかれて。さっきと違うパターンはさ、あれ今度ドッスンたちいなくなったよ。もしかして右上のハテナブロック、あれがアイテムとかそういう
やっちまったな。絶対こっちは違うぞ。死に耐久の音楽が流れてますけど、バラバラしてんじゃねー。どうしても気になる。こっからいけないかな。ハテナブロックを叩きに多分いけると思うんだよな。何が入ってるんだこの後。コインか。何もねえとは思ったけど、じゃあこの近くのブロックも叩かないで先に進んでいく。なんか落ちてくるんじゃねえかな。ここすげえ怖い。こっから上を進化してみるよ。普通に入らせてくれましたね。え、こっちに行く。ダダ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 ダ。なるほどね。この扉に入ってファイヤーフラワーを持ってこいっていうための扉だったんだよきっと。じゃあここが右に走っていこうか。うわ、なんか見たことある。これやっぱやったことがあるかもしんねえな。ごめんね、やったことがあったら。ここさ、ピースイッチが変わって確かドッスンが落ちてくる。いや全然違うわ。やったことあるかわかんねえ。どうすりゃいいんだろう。右に行ければいいのか。上だね。オッケーオッケー。こんくらいは全然避けれるよ。他にありませんね。キノコを取って石石に当たれってことかな。多分左の方におったらいいんだよ。上にツタが出てきたじゃん。だからこのツタの上に登っていけど。オッケーオッケー。さあ行こうか。この土管に入って土管にまた入れじゃねえか。え、ここどこ行けばいいんだろうな。このオープン何も出ない。あ、左側に行けってことなんだよ。ちょっと待ってね。このツタ捕まっておこうか。この赤いブロック変わるかもしんねえ。変わんないね。ていうかおかしくないこれ。赤ブロックの裏に砲台がいる。いやどっちか分かんないんだけど、砲台の裏に赤ブロックがあるって絶対おかしいと思う。あれもバグの一種だよ。さあドアに入ってゴーファースト。こっち違うってことかな。早く戻れかな。ダウン、ちょもう情報量が多い。僕には分かんねんて。とりあえずドア入ってってみていい。こっちにね、分かりやすいヒントがあるかもしんねえ。出た出た、こういう死に耐久。え、これめちゃめちゃきついんじゃない。え、どうしよう。この魚だけ、当たれるのはこの魚だけですか。いや全然余裕。見てて、このキノコに当たらなければいいだけでしょ。キノコ状態だからキノコに当たっていい。さあさあ入った。さあ落ち着けミオキング。死に耐久飯を食べるな。まあさっきのヒントは分かんなかったんだけど、 P スイッチが発動するところで早く戻れみたいな書いてたよね。ここで P スイッチ発動させた後に早く戻るみたいな。あ、こっちに行けばいい。なるほど、そういうことだったのか。これでファイヤーが手に入れてさっきの中間ポイントの場所まで行けるって感じだね。いや本当に本当に行けますか。うわどうしよう、これ絶対まだ変わってると思うんだよな。だからめちゃめちゃ早く氷を溶かしてみる。すぐに左を向いて氷を溶かしまくる。うわりゃー、うわー、リベンジだ。左を押しながら氷を溶かしまくったら間に合うんじゃない。おらら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 、やった。この方は何、もう右の石エンジすっごってろ。さあ上の土管入れなかったんで、この扉入っていきたいと思います。ここは右を失敗か。それでいいのか。ダメっぽいよ。いや、あーあーじゃねえんだよ。汚ねえ声出すな。この扉は中間ポイントを戻したと思ったけど、またここ。まあまあこれはもう飛ばしていいでしょ、さっき見たもんね。ここは下に落とし穴があったから上にジャンプ。もう分かったぞ、そうやすやすと何回も引っかかると思うな。うりゃただうるせえ実況。さあここも隠しブロックあると思ってたよ。そうやすやすと簡単に引っかかると思うな。ここはさかなけ。右の雪玉がすげえ怪しい。あれさ、ポンって押してくると思うんだよな。だからこの下に隠れておこう。一旦地下ブロック出てきたよね。地下ブロックを落としてここに隠れておく。よし、うますぎる。なんでこんなにも上手くなってしまったんだろう。さあここは右ダッシュすると見せかけて僕は何もしない。よし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 、石田氏襲ってこないみたいだね。このピースイッチを叩く。左、これでどうだ。左か。いや上のこれはなんだ。上のブロック叩けないか。え、左に戻れってこと。え、戻れんくね。あ、いけた。え、なにこれ、おかしいって。ドッスン当たり判定ないじゃん。え、このパワーブロックなんで。右のピースイッチを押した時点で負けだったのか。左のフラワーが落ちるから、だから先にフラワーを取ってパワーを叩く。これで先に進めるんだよ。で次はどこ。左か。でこの氷をどかして、ドクロリュット見えてたってね。左を進化しようか。これ大丈夫。いってらっしゃい、ドクゲン。え、これ全部どかしていいのかな。一個ずつどかそうか。おかえりなさい。超早く行けと。任せて、連弾なら得意だよ。ここ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 、早く早く早く。めっちゃ早かったじゃない今の。でこれは何。あ、ゴールまで連れてってくれるみたいな、そういう感じですか。ありがとうね、こんなパウレッシャーまで連れてきてくれ。何もしないでいい。オッケー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 。こっから右だ。え、上下どっち。
どっちが合ってたんだろうな。下も行けたよね。じゃあ右下、左下 CP1 って書いてる。だからこっちが合ってんじゃない。石橋落ちてきて。うん、だからすり抜けるな。これ引っかからなかったのはでかいね。待ったのは正解だった。右ジャンプ、そして次も右ジャンプでしょ。で次は左にジャンプすんなってことだったよね。おっしゃおっしゃおっしゃ。でこのリフトの上に乗って、ここも右ダッシュすればよかったはず。そしたらこのブロックが開く。 OK。 さあそろそろゴールがあるんでねえの。うわどうするこれ、歩いてっていいと思う。全部歩いていこうか。もうどうせ何が引っかかるんだ、歩いていかなくてもどうなるんだ。あ、ここさないよワカメが。だからここはジャンプして。分かってんだよ隠しブロックなんか。さあ行こうか。そしてここはさあ石内当たってる。ならここは石内を一旦落とす。そしてもう一回落とした時にチョロップが降ってきたよね。オーケーオーケー。そんでこのちくわに乗って土管に入っていけと。いやまだゴールめっちゃ長くないかな。中間ポイント2から。もうもっとトロールス騙す、もっと騙す、ゴーヒア、ここではもっと騙すってことか。何があるんだその矢印には。叩いていいのか。どうだったダブルシャッカな。この見た目はなんかもう終わりそうな予感しない。じゃあここでダブル魚が出てきた。それを回避していこうか。まあわざわざ叩かなくてもいいんだろうけど。そして右下、うわ怪しい。どこが正解これ。あ、どこが正解って言っても1個しか入るところないんだけど。え、合ってる絶対違うと思ったよね今。え、真ん中に入らなきゃいけないの。そして右下、これさ、あのクリスマスツリーのところがゴールっていうことないかな。CP1、 え、 CP1 に戻す。これ上は上、何これ。あっちワンチャンいけるかなと思ったんだけど、いけるわけねえか、何もねえから。え、待って、中間ポイント戻し。いや違う違う、絶対違うと思う。右下いけるもんな。頼む、こっちが何か正解であって。どっか行ったよ。え、これ下押し続ければいいの。上は上、何もなんない。左押しっぱしても何もなんない。右押しっぱは、え、マジで何もできないんだけど。あ、土管に入れたよ。土管があったのか。え、こっから先何か違うパターンなんじゃないの。いや絶対そうだと思う。一体ここでやられた先に何か変わってるみたいな。そうか、合ってくる。だからここちょっと飛ばすわ。さあやられてきたんだけど、こっから何か違うパターンは、え、何も変わってないの。え、マジで中間ポイント位置戻したみたいな。いやー、ここ真ん中入ったからいけないのかな。一番下入ってってみる。こっちが正解なんかな。あ、そうだそうだ、真ん中入ったからいけなかったのか。うわ、どうなるんだろうここ上から行く。ブランコとかない、大丈夫。右ジャンプしていいのこれ。あのパワーブロックのところまで行けって感じでしょ。もうそうするしかねえんだ。頼む、行ってくれ。よしよしよし。え、これよしよしなのか。いや、よしよしだね。パワーを叩いて一旦僕はこの場所でありました。何も来るな、羽根親父。ならばあの羽根親父をどうやってかわすか。一旦パワーブロックを叩いて何もしないでみようか。そしたら羽根親父どっか行くんだね。戻ってくるなよ。オッケー、大丈夫、絶対にゴールできるんだ。自分を信じろ。もう何もないよな、何もないよな。いい加減にせんか。絶対次でもうゴールしてみせる。一旦石内を落とすでしょ。そして左にダッシュしようか。赤田シーンが左ダッシュ、やったいや、鬼畜だったね本当に。このコースめちゃめちゃ初見殺しが多かったよ。でもすごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発張りよ。ネタゴールが3つに分身したということで、説明文にコインが48枚も隠れています、隠しはないですって書いてるんだけど、こういうネタコースってクリア率がめっちゃ高いのが普通だと思うんだけど、このコースは結構クリア率が低いのよ。でサムネを見る感じ、コインが目に見えるのは THX の12枚、そしてゴールポールの下の1枚、そしてハテナブロック、あれが10枚ずつ入ってたら全部で38枚になるんだけど、あと10枚がどっかに隠れてるんだよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.06%。 こういうネタコースめちゃくちゃ好きなんだけど、クリア率が高いのが多いからあまりやってないんだよね。クリア率が高いのって一瞬で終わるじゃん。だからそこだけ見た瞬間もういいかなと思って見るのやめられちゃうかそういう意味でやってませんね。そして、あ、下ブロックなのか。このブロックは、あ、キノコだね。そして THX のところが17枚で、ここが10枚でしょ。で右上も、あ、10枚あるのか。
で、ここに1枚。じゃあここにブロック、あーやっぱりだ、ここにたくさんのコインが入ってるってことか。でも遅くないこれ。え、10枚取れないんだけど。この右のブロックどうやって早く取るんだろうな。ダス乗りしてヒップドロップ、もうそれ以外いないよ。ここギリギリでヒップドロップ。ふーんじゃねえんだよ。え、これヒップドロップできないの。うわ、ギリギリでできないな。こっから斜めに入るようにしてヒップドロップみたいな。いや、できないよな、上の雲が邪魔してるもん。連打以外に考えられないよな。だからすごく連打してってみる。相当早く連打してみる。おっせ。僕の右手の連打とは裏腹にマリーめちゃめちゃ遅いんだけど。え、これどうしよう。ちょっとガチャコンしてってみようか。めちゃめちゃじゃねえんだよ。上に回るな。とりあえずめちゃめちゃしてってみるね。なんか早い時と早くない時がある。あ、分かったかもしれん。叩いた瞬間左向いて右向く。はいはいはい、そういうことね。あ、こんな感じだよ。叩いた瞬間左右からのでんぐり返し、これの繰り返しで早く取れるっぽいで。そんな取り方あるの知ってた。でんぐり返しして壁に当たったら一時ひるむイメージがあるよね。で、ちょっと集中していいかな。これちょっと難しいんだよな。ワン、ツー、スリー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン。これはいけるぞ、マリー頼む。ここでちゃんと10コイン取って、左も10コイン取る。いや、ちょっと待って、時間が間に合わねえ。あのゴールの旗、ゴールの旗じゃねえけどトランポリンの部分めっちゃ邪魔くせえな。あと何秒、あと5秒か。頼む、あと1枚、ここか。やったいやー、ネタコースとしては最高のコースでした。でんぐり返しして早くコインを取る方法も知れたしね。素晴らしいコースです。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。